フィッシングとは、インターネットのユーザーから経済的価値がある情報を奪うために行われる詐欺行為である。典型的には、とにかく信頼されている主体になりすました。E メールによって、偽のウェブサーバーに誘導することによって行われる。インターネット上で様々なサービスが提供されるにつれ、年々増加と高度化の傾向が顕著である。語源については、諸説ある。 フィッシングのハッカー的なスラングであるが、F が PH に変化しているのはフリーキングからの類推であると欧米では考えられている。このほかパスワードハーベスティングフィッシングの略とする説もある。フィッシングは主にアメリカ国内を中心に被害が急増し、例として10万ドルをフィッシングサイトにより振り込んでしまった被害者がいる。 イギリスのメッセージラボ社の調査によれば、2003年9月には、月間約280件の発見であったのが、2004年3月には、月間約22万件にまで増えているといい、迷惑メールの新たな形態としても目立つようになってきている。日本でも2004年12月に、国内初のフィッシングの被害が確認されたと、警察庁が明らかにした。 日本での例として2005年11月に千葉銀行を語り各企業へ CD ロムを郵送しその CD ロムをパソコンに入れるとフィッシングサイトに勝手に繋がり金を騙し取られるという事件が発生したまた2012年10月には国内各大手銀行のネットバンキングサービスを開くと常駐したマルウェアが店のログイン画面を ポップアップして暗証番号などを入力させる手口で不正に預金を引き出される被害が発生した。近年ではヤフー等のポータルサイトにおいてインターネットオークション会員やウォレット等の様々なサービスが一つの ID とパスワードに集約されて提供されている事情もあり、日本国内でもこれらのアカウント乗っ取りを目的としたフィッシングとみられる無差別送信のメールや 偽のサイトが報告されている。この場合、アカウントが乗っ取られれば、自分の名前で嘘のオークション出品物が出されたり、正当な出品者から出品物を騙し取るのに利用されたり、二次的にオークション詐欺の片棒を単がされる事態に陥る恐れがある。また、最近 Chrome で、ビジターアンケートというサイトも多発中である。この行為は悪意の、 第三者が会員制ウェブサイトや有名企業を装い、ユーザーアカウントの有効期限が近づいていますや、新規サービスへの移行のため、登録内容の再入力をお願いしますなどと、本物のウェブサイトを装った偽のウェブサイトへの URL リンクを貼ったメールを送り付け、クレジットカードの会員番号といった個人情報や銀行預金口座を含む各種サービスの ID や、 パスワードを獲得することを目的とする。また、DNS 書き換えなどにより、正しい URL を入力しているのに、偽のウェブサイトに誘導されてしまうファーミングという類似手法もある。また、宅配便の不在通知を装った偽の SMS を送りつけ、不正なアプリをダウンロードさせる手法もある。その結果として、架空請求詐欺や、 預金の引き下ろしなりすましなどに利用され、多重に被害者となってしまう、または間接的に加害者になってしまうケースも目立ってきている。詐欺行為が行われる形態に応じて、比喩的な用語が用いられる。フィッシングのうち、特定の個人、団体を標的としたものを、スピアフィッシングと呼ぶ。それらのうちビジネスにおける幹部を標的とするものが、ホエーリングと呼ばれることがある。 以前に送信された正規の E メールを用いて行われるものがクローンフィッシングと呼ばれることがある。フィッシングにおいては電子メール中に偽のウェブページを指し示すリンクが URL で記述されるが本物のウェブページによく似た綴りの URL や本物のドメインと同じ記述をサブドメインに含めた URL がほとんどである。 本物のウェブサイトのオープンなリダイレクトを悪用して採掘することもあり得る。本物のウェブページのテキストや画像のみならず、アドレスバーも模造されてしまう。その際には、JavaScript やフラッシュ、あるいは画像が用いられる。攻撃者により、ユーザーが信頼している本物のウェブサイトにある、脆弱性を攻略される懸念がある。 クロスサイトスクリプティングと呼ばれる攻撃によって、その本物のウェブサイトともゾーサイトが連携して、動作するようになり、あたかも本物のように機能するようしてしまう。2005年に、フィッシング対策協議会が設立された。警察に、サイバー犯罪相談窓口が設けられているほか、IPA 情報セキュリティ安心相談が窓口などがある。 この詐欺行為の被害を防止する上で進められる対策としては以下の方法が挙げられる。また、サイトによってはそのようなメールを配信することはないと明言していたり対策方法を公開しているところもあるので、サイトの姿勢、セキュリティ対策などに着目することも予防策の一つとなる。なお、 不幸にもこのフィッシングが疑われるものに対して ID やパスワード等を教えてしまった場合には電話やメールでサービス提供元に相談しサービス停止及びパスワード変更といった対策を取るべきである。審判会社や銀行が情報確認する場合は書面で行われウェブで確認することはない。しかし近年では特に脆弱性が放置されたままのような DNS サーバに干渉し、申請のホスト名に対して、偽の IP アドレスを返すように動作を変更することにより、本来のサイトに対して有効なリンクを辿っているにもかかわらず、攻撃者の設置した予期しないサイトに誘導される、ファーミングが指摘されている。同じ原理の攻撃として、近年急速に普及した無線 LAN のホットスポットに紛れ、 偽の DNS サーバに接続するよう設定された罠のアクセスポイントを設置する手口も成立し得る。また、技術的可能性としてはルーターをクラックして、インターネット上でルーティングされる IP パケットを恣意的に制御する悪用の可能性、及びそれのフィッシングへの応用の可能性もある。さらに、マルウェアの中には、パソコン内の通信制御を乗っ取ったり書き換えたりし、 リンク先とは違うサイトを開かせるトロイの木馬も発見されており実際に特定の銀行サイトに対する操作のみに反応して所定のフィッシングサイトへと誘導するものも確認されているまたホスツファイルを書き換えて偽の DNS サーバーを参照させ偽のサイトへ誘導しようと試みるアームの存在も確認されているためコンピュータウイルス対策を含めて これらフィッシングへの警戒を行う必要がある。ありがとうございます。